いやー、綺麗やね、田んぼがね。うん。はい、どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ございます。テスです。今日はですね、こちらのディスプレイオーディオをね、パワーコレードさんというメーカーさんからご提供いただいたんで、ご紹介したいと思います。いやー、最近ね、インカム以外の案件もちらほらと、いただいておりまして、ありがとうございます。で、このディスプレイオーディオって何ぞやって方にね、軽くご紹介しますと、まあ、スマホのアプリがね、こちらで、まあ、使用できるみたいな、まあ、スマホの画面がね、ここにね、投影される商品と思っていただいたらと思います。まあ皆さんね、まあ、ツーリングとか、まあ、どこかね、出かける際はね、まあ、スマホのナビをね、使うこと多いかと思うんですけど、まあ、やっぱりこうスマホをバイクにこうね、取り付けるのって怖いじゃないですか。まあ、落下する恐れもありますし、まあ、少し前だと iPhone だとね、なんか振動で壊れちゃうみたいな話もございましたんで、まあ、そういったね、心配をね、まあ、なくせるような商品かなと思います。なので今日はね、ディスプレイオーディオって最近よく聞くけど、どういった商品なのって方とか、ね、あと今日はね、こちら W702 っていうね、7インチサイズのね、大画面のね、ディスプレイオーディオをね、ご提供いただいたんで、そういったね、ディスプレイオーディオのサイズ感悩んでたんだよって方にもね、少しでも参考になる動画にしたいと思ってますので、お時間とご興味ございましたら、最後までご視聴のほど、よろしくお願いいたします。では、行ってまいりまーす。どこに？はい。じゃあ、改めましてね、商品の方をご紹介してまいりましょうか。今回、カープラジオさんからご提供いただきました、ディスプレイオーディオ W702 でございます。はい。で、今回私ね、W702 をね、ご提供いただいたんですけど、W502 というね、5インチサイズもございます。で、カープラジオさんってどういったメーカーさんかと言いますと、まあ、その通りね、カーアクセサリーをね、メインに作られてる会社さんで、車用のディスプレイオーディオが多いのかな。うん。で、Amazon で結構ね、評価が高い感じがしました。で、最初に私、セリナさんとかからね、英語でメールいただいたんですよ。なので、英語圏のね、メーカーさんなのかなと思って調べてみたらね、まあ、中国の深圳にあるメーカーさんでございました。まあ、できて10年経つか経たないかぐらいのね、メーカーさんでございましたね。Amazon でね、結構ほんとちらほら見ますんで、まあ、気になることはね、またチェックしていただきたいと思うんですけど、でも商品のね、取り付けしてるんで、箱の方はね、こんな感じでございます。まあ、しっかりとしたね、箱に入ってまして、開けると、こんな感じで、ここにまあ本体があったんですけど、で、説明書がございまして、これがね、本当英語なんですよ。これも英語なんですよ。ちょっと英語なんでね、私もよくわかんないですけど、まあ直感的にね、操作できるんで問題ないかと思うんですけど、はい、説明書は英語でございました。で、中に、あれ？工具がなくなってる。あのね、六角の工具があったんですけど、工具がね、ちょっとなくしちゃいました。取り付けしちゃってどっかあると思うんですけど、はい。工具と、あと、ヒューズ。ちょっと何に使うかわかんないですけど、ヒューズがあって、で最初これが本体についてたんですけど、これね、バッテリーに取り付けするほどの線ですよね、コードですよね。バッテリーに、ね、取り付けする用のコードがございまして、で、本体があって、あ、これちょっと邪魔やな、取らなあかんかな。うん、ちょっと取ろうか、これをね。はい。はい、すいません、ありました。こういった工具も入ってました。はい。で、本体がまあこんな感じなんですけど、こういったね、ジョイント、ね、マウント、あ、忘れた。これそう、これが付いてるんですよね。これ金属でできてると思うんですけど、これをね、まあ、取り付けして、で、このマウントをつけるみたいな感じですね。こんなね、ボールマウントね。うん。まあ、こんな感じですね。本体と、まあ、USB の、これね、接続のケーブルがあって、バッテリー直と USB でね、駆動できるのかな。うん。ここで線を変えて、USB かバッテリーかに選べるんですよね。うん。はい。これは、なんか、ほんと USB 簡単なんで、こんな感じで、まあ、取り付けして、なんかね、クランプバーかなんかに取り付けして、ここで、ぐっとこう締めて、で、あと、ここ USB 挿して、挿して、はい。で、もうキーを回すと、カープライドみたいな感じでね、もうすぐつくんですよね。で、もう私すでにね、接続してるんで、一応これね、Android の方は Android Auto。で、iPhone の方は iPlay やったかな。じゃあ、CarPlay か。うん、iPhone の方は CarPlay っていうね、アプリね、これね。iPlay って書いてあるの？確か CarPlay だった気がするんですけど、まあ、iPlay ね。あ、ほら、もうこれ繋がってるんでね、これちょっと時間かかるんですけど、こんな感じでね、ナビも勝手にも起動できるように、これ設定ですけどね、設定で電源がついた時に、Android Auto に勝手に繋げるように設定すれば、こんな感じでね、すぐにね、Android Auto に繋がります。うん、職場。職場もね、13時間46分で出てますけど、はい。まあ、東京の職場ね、はい。東京の職場に13時間46分ね。はい。で、画面の方もね、スマホの画面を投影できたりするんですよね。スマホの壁紙がね、投影できたりするんですよね、設定でね。はい。これ今これ Android Auto の画面なんですけど、Android Auto の他に Amazon Music とか、このメッセンジャーとかね、音楽再生アプリですね。メールとかいろいろこのアプリの、使用するアプリをね、ここにね、表示させるんですよね。一旦アプリ消します。Android Auto 消します。こういう画面ですね。Android Auto が
消えた状態はこういう画面ですね。でここでまあディスプレイオフとかで輝度の調整ができたりとか、設定がねここでいじれたりとかね、一応もとも言語がこんな感じで、いろんな英語、中国語、デンマーク語、日本語とかあって、いや日本語ね、はい、日本語にしました。はい、こんな感じですね。はい、で Wi-Fi で Wi-Fi でつながるみたいなんですよね、一応ね Android とかね。ね、でこれね、こちら自体にね SD カードが入るんですよ。 SD カードがね、64GB までの SD カードが入って、で一応カードに入った音楽なんかも再生、ほら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 、でこの辺はね音楽のボリュームなんかはねこのインカムに依存するんですよね。インカムにね、うん、本体側に入ってる SD カード、そうこんな感じでね、イコライザーついてるんですよ。うん、やっぱりねそういったカーオーディオのメーカーさんなんで、イコライザーがついてるんですよね。うん、なので一遍消してみますと、イコライザーを聞かすとこんな感じみたいな、イコライザーがついてて音楽の質を上げることも可能なんですよね。すごいね、ほんとね。うん、はい、そんな感じですね。本体側でも Bluetooth を飛ばすことが可能で、 Android Auto の場合は受信するんかな、 Bluetooth をね受信する、これちょっとややこしいんだけどな Android Auto にするとスマホアプリの方のスマホに入った音楽が再生するね、うん、再生するんですね。今 Bluetooth が飛んでおります。はい、 Bluetooth が飛んでおります。で受けておりますね、こっちがね。でスマホアプリに入った音楽が再生できるんですよね。そう、これだからどっちでもいいんですけど、音楽をメインでねなんか聞きたいって方はこのカードで音楽プレイヤーの代わりになるんですよね。そういったね、うん、そう、音楽プレイヤーの代わりになるんですよね。スマホのね容量を気にせずにこちらでね再生できるんで、あ、それはこれでいいですよね。あとビデオも見れますけどね。まあ、ただちょっと 64GB なんでねあんまり容量ないんですけど、今後ねそういったバージョンアップしていってくれたらなと思うんですけど、一応 SD カードは 64GB までね、あ、そうここにね入るんですよ。ちょっと今私ね蓋をね忘れてきましてね、蓋、ここに SD カードが入ります。ここ電源ボタンね、ここに SD カードが入って、まあ、ここで音楽再生が可能ですということですね。はい、商品的にはこんなもんかな。一応ね、IP67 の防塵防水機能がついてるんで、まあ、雨にもね、耐えれますし、そういった埃もね、侵入もしないんで、まあ、そこで壊れることもないと思います。あと、マイナス27のね、環境下でもね、使用できるみたいな、タフなね、ディスプレイオーディオだよ、みたいなの書いてましたね。うん。そう。すごいですよね。雨が降っても大丈夫なんですよね。やっぱり、もう当たり前ですけどね。ただ、私のここの USB の時どうなんだよな。ここに雨が入ったら、はい。この辺隠しようがなかったのかな。はい。まあ、そんな感じの商品ですね。あとやっぱこれ7インチがすごいですよね。7インチがね、うん、めちゃめちゃでかいですよこれ。本当に私のこのスマホがねだいたいね6インチなんですよこれね。6インチ見てわかります？そう、こんなに違うからね。だから5インチのやつってちょっとちっちゃいかもしれませんね。まあただ SS とかね、そういったレーサータイプのやつにこういうガッツリ大きいのついてると変なんで、コンパクトなね5インチの方がね、それやった方はW502の方がいいかもしれませんけど、私のようなこのアドベンチャーバイクはこのね、うん、W702めっちゃ合う気がしますね。大きさがね7インチモデルね、うん、お、めっちゃいいね、かっこいいね。はい、じゃあちょっとね運転してみて、まあ視認性を確認しながらね、行きたいなと思いますので、はい、ちょっと一旦離れます。はい、いやー、やっぱ見やすいっすね、この大きい画面っていうのは。あー、全然違う。スマホをマウントしてる時と全然違う。すごいね。最初ね、箱を開けた時にね、でかってなったんですよ。めちゃくちゃでかいなと思って、大丈夫かなとちょっと思ってたんですけど、実際取り付けしてみると全然問題ないですね。大きさ7インチね。7インチで良かったって気がしますよ、これ。うん。あ、これいいな、めちゃめちゃ見やすいな。へえ、だからやっぱり5インチは小さい気がしますよね。まあ、かといって本当はあの SS とかレーサータイプにこんなでかいのするって変な気がするんで、あ、やっぱ使い分けですよね、うん、車種によって、まあ、合う合わないがあると思うんで、うん、私のようなバイク、うん、アドベンチャー系のバイクにはめちゃめちゃ合いますよ、7インチ、うん、めちゃめちゃやっぱ大は小を兼ねるって言いますから、うん、見やすいな、これ、ほんとすごい。うん。で、画面も綺麗ですよね。うん、綺麗に映ってますよね。あ、これはいいものをいただいたな。ありがとうございます。うん、元ブログやってる回があるな、これはね。うん。あ、いい。これはいいっすね。で、やっぱ私もね、今もうすぐ52になるんですけど、最近こう視力の低下とかも老眼とかいろいろあって、ちっちゃい画面が見にくくなってきてますよね。まあ、私の個人的なあれですけどね。うん、やっぱりこういった大きいサイズはありがたいですよね。
あ、めちゃめちゃ見やすいなこれ。あ、いいな、ツーリングに持ってこいんじゃないこれ。うん、お、滝畑ダムが見えてまいりましたよ。あ、気持ちいいねこの辺朝はね。うん、いやマジでいいぞこれ、なんかめっちゃブイストに合うちょうど私はここに、ね、取り付けできたんでよかったんですけど。あ、これいいね、なんやこれなんやこれ、おかしいけどすごいな、めっちゃ合うやんか、めっちゃ合う、これ走ってる姿もめっちゃ合う、これサムネやな。お、すごいすごい、あ、これすごいな、うわ旅してる感じするわこれ、めっちゃすごい、ええー、なこれ。ちょっとどっかで一回止まって操作性をもう一回確認したいね。うん、うわー、滝畑ダムええやんか久しぶりに来たら。へえー、いいねこれ、どっかで止まって操作性をもう一回確認しましょう、うん、よいしょ、滝畑ダムに到着いたしました。ダムは見えませんが、はい、よいしょ、電源入ってすぐ入りますよね、画面がね起動しますよね。うん、カープラめっちゃ綺麗やな、ほんま綺麗綺麗。うん、音声は Bluetooth 送信機能から再生されますね、こちらからね再生されますってことですよね。でね、ほんとタッチパネルも綺麗に映ってまして、設定があって、言語出荷システム、システムのバージョンね、一応ね、そう最初ねこれね全然 Android Auto に繋がらなかったんですよ。でメーカーに問い合わせして何回かやり取りして、ファームウェアのアップデートをして繋がるようになったんで、もし購入されてね Android Auto 繋がらないよって方はね、メーカーにね連絡していただければと思います。はい、でしっかりとねメーカーに対応してくれますんでね。はい、あと1年の保証もございますんでね、その辺はご安心ください。はい、おー、いいね、そうそう、これ自動でね Android Auto 接続するように設定にしてますので、はい、もう繋がってます。スマホの画面が投影されております。黄色い方が映っております。黄色の方がね、すごいね、メッセンジャーとかね使い、あ、まあ私メッセンジャーでほとんど使ってないんだうん、ね、カレンダーがあったり天気情報があったりとかね、カスタマイズができたりするんですよね。あれ、これ Amazon Music、 そう Amazon Music もここで聴けるもんね、これ聴こうと思ったら、あ、ちょっと電波届かないのかここ、うん、ちょっと電波が届かないかもしれませんけど、Amazon Music を聴けたりねします。あ、ちょっと、ね、うん、ちょっと再生はできませんけど、ほら、こんな感じでね、Amazon Music も使いますみたいにね、あのスマホに入ってるアプリが使えるんでね、はい。そう、だからこれすごいよね、これね、うん。あと、まあ、LINE が使えないんですよね。まあ、まあ、バイク乗りながら LINE 使うことないんですけど、まあ、LINE はね、繋がれないんですね、Android Auto はね。まあ、SNS は、まあ、メッセンジャーとか、まあ、メールぐらいかな。うん。iPhone は iPlay ね。カープレイって聞いた気がするんだけど、iPlay になってるね。うん、カープレイじゃなかったけど、iPhone あんま知らないんでね。で、Android は Android Auto を使用していただきます、みたいな。お、これ、ほんまいいな。うん、7インチ。7インチ最高。うん、7インチ最高よ、これ。うん、アドベンチャーバイクはこう7インチめちゃめちゃおすすめ。ね。で、取り付ける位置がこれもう絶妙に最高の位置についた。これ、何これ、ちょうどこのマウントバーつけとってよかった。ほんとね。いい感じやね。うん。おー、いいっすね、これ。あ、いいっす、いいっす。これいいっすね。で、USB でね、つなげれるのがね、私のようなね、まあ、バイク音痴にはね、ありがたいっすよね。うん、バイクほとんどわかんないんで。バッテリーにつなげようと思ったら、この辺外して、あの辺外してみたいなことでしょ？言ったらね。うん。あ、よかった。うん、W702 ね、おすすめできますよね、これね。うん、アドベンチャー系には特に合うと思いますよ、これ。はい。はい、以上になります。はい、今日の動画いかがでしたでしょうか。カープライドさんからご提供いただきました。ディスプレイオーディオ W702 のご紹介だったんですけれども、はい。めちゃめちゃ合ってません、これ、ブイストに。めちゃめちゃ合うな、このアドベンチャーバイクにこの7インチサイズ最高ですね。うん、軽く調べた程度であれなんですけど、あの7インチサイズってこのディスプレイオーディオのね、一応最大サイズなのかな、これ以上大きいのあんま見たことないんですよね。うん、まあ5から7ぐらいの間であるかと思うんですけど、7インチはねアドベンチャーバイクにぴったり、もうめちゃめちゃおすすめ。うん、まあ普通のちょっとね他のバイクだとまあ7インチちょっと大きいかもしれませんけど、まあ、そういった方にね W502 のね5インチサイズもございますので、はい、どちらかをね選ばれたらいいかなと思います。はい、いやー景色最高。うん、なんかちょっと旅に出たくなるね、このねディスプレイオーディオつけたらね。うん、やっぱスマホと全然違うね。うん、まあ、そんな感じですよね。はい、今日の動画がいいと思っていただいた方はいいねボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。
まあ、特にねコメントは次の動画作りの励みになりますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、またね。いやいいね、滝形久しぶりに来たけど、やっぱ関西いいね。関東もいいんですよ